こんにちは、えー。今回の舞姫大学特別講義はですね、まあ、与えるということについてお話ししようかと思います。まあ、考え方としては、世の中にはね、くださいくださいっていうテイカーってのいるらしいんですよ。持っていくばっかりの人ね。なんかありませんかくださいください。新しい情報ください。ノウハウください。みたいなね。いわゆるくれくれ聖人ってやつかもしれませんね。まあ、何でもかんでも、もらえたら得するんで嬉しいもんですよ。無料ですよって言ったらね、とりあえず手伸ばしてみるとかね。 お試しですよっつったらとりあえずやってみるとかまあ好奇心があるっていう意味では私はそんなに悪いことではないと思いますけどもこういった方をテイクテイカーですね持っていく人テイカーって呼ぶらしいですあとはねもう施したくてしょうがないとかね自分のことをひきらかしてしょうがないとまあいろんな言い方ありますけどもあげたくてしょうがない人ねこれをギブする人ギバーって言うんですよ基本的にはあげてばっかりの人っていうのはまあ喜ばれる傾向にありますけどもでもおせっかいとも言えるんですよね おせっかいいでです、ね、<laughs> すです。ね。ややりぎとうつまあでもギバーっていう人もいると。でギバーっていうふうに与える人とテイカーって言ってもらってばっかりの人がいるとなんかねうまいこと合致するような気がしますよね。それからねもう一つねマッチャーっていうのがいるんですよ。マッチャーってのはマッチこっちとこっちが一致するってことですよね。だからあげた分ちょうだいよ。ともらった分あげますよみたいな感じですよね。まあこれが一番バランス取れてるんじゃないかなと言えます。 例えばね、ギブアンドテイクっていう言葉がありますけども、あの、やっぱり自分が得するんだったら、得させてもらったお返しをしようかなっていう考え方とかね。あと、ウィンウィンとか言って、自分ばっかりいい思いするんじゃなくって、あなたもいい思いしてくださいね、みたいな感じですよね。うん。まあ、一見バランスが取れてるような気がします、やっぱりね。だけども、このね、マッチャーっていうのはね、裏を返せば、自分にとって何か利益をもたらしてくれない人については、 もう完全にね、えー、知らんぷりしてしまうっていうことにもつながるんですよ。例えばね、そんなことをして、俺に何の得があるのって言葉がありますよね。これはもう典型的なあマッチャーなんですよ。うん、つまりは、ギブアンドテイクとかウィンウィンって言ってる人はこんな感じです。自分に得がなければ動かない。自分に利がなければ動かないっていうことですよね。ですから簡単に誘導されてしまいます。詐欺にかかるのも大体このパターンなんですよ。<laughs> なんか、そんな気がしませんか。自分にも得がありそう。 その情報をもたらしてくれた人にも得がありそう。これは筋が通ってるなっていうふうに、下手に頭が働いてしまうんですよね。計算してしまうんですよ。でも、ギバーってのは何なんでしょうかね。ギバーってのはですね、とりあえず人の役に立てるんだったら、やらせてもらいますって感じです。うん、あの、先日私ね、あの民謡の、の、舞台に行ってきました。舞台といっても、そんなに大きなものではありません。近くの公民館、集会所に、 地域の方が20人ほどですね集まってそこでえ何かエンターテインメントはないかなっていうことだったんで出かけてこう1時間ほどね、えー、演技を歌と舞台をやってきたわけなんですけどもこれは典型的なギバーなんですよというのがやったところで何か見返りがあるわけではないということですよねでも皆さん本当に喜んでいただいて感動してもう涙を流す人までいました というのが集まった方っていうのはねやっぱこう70代80代を中心として高齢者の方でまあ最高年齢94歳っていう方までねまあ元気に楽しんで、えー、手,手拍子足拍子で一緒に関わってくださいましたねでこういう時期ですからねもう何年も家に引きこもって本当に他の人と何かをすることってのはなかったんだといや今日は本当に思い出になったっていうふうにね私みたいなあの素人芸でも楽しんでいただきました、うん、まあでも そう考えたらギバーっていうのは与える人っていうのはなんかその形には残らないんですけども非常に大きなねお返しをもらってるんだなと思うんですよ。ということはね実はギバーって言って与える人になるとそれ以上のものを受け取る力があるからまあ与えることをやめられないっていうことになります。でもギバーじゃない人っていうのは与えても戻ってきたことに気がつかない少なくとも何かに 誰かに何かを与えれば自分の爆発が増えるというね経験値が増えるっていうその神様からの贈り物でしょうかねそういったありがたさになかなか気づけないんでギバーになる人少ないんですけども実際与えてみるとねすごくいいお返しが来てるってことに気づけるんですよねそういう意味で言うと私はねこれからもどんなことでも与え続けていきたいなと思いますで与えるためには の限界がねなるべくないものがいいんですよ例えばお金を与えるとお金がすぐになくなっちゃいますですんでお金を与えるとかっていうのではないんですよあと自分の一長らとかね一個しかないものとか数少ないものを与えたらこれもねまたすぐなくなっちゃうんですよですんで何を与えればいいかっていうとまさにね無限に与えられる気持ちなんですよね、うん、例えば今回民謡というもの三味線というものをね私やってきましたけどもこれって 与えれば与えるほど自分の練習にもなるしまあ基本的に時間はかかりますけどもでも何か在庫が減るもんじゃないからずっとできるんですよねそれと同じように多くの方は別に楽器とかねそういったもんではなくても「ありがとう」っていう気持ちを伝えたりとかね「おかげさまです」という感謝の気持ちを伝えたり「頑張ってねと」とねぎらいの気持ち励ましの気持ちこういった表現をすることによって少しでも他者にねなんかこう奮い立つものが与えられる。 うん、心のダメージを和らげることができると思うんだったらそういった気持ちを言葉にするってことは誰にでもできる有効ななな与えることとのかなと思いますそして与えたものが確実に受け取ってもらえたかどうか与えたことにどうやったら自分は気づけるだろうがそれはですね自分がそういうふうなねぎらいや励ましを与えた時にどんなものが返ってきたかってことがすぐ分かるからなんですよ。 そのお相手の表情ですとかねそれから身振り手振りとかね言葉かもしれませんけどもそういった形で、えー、自分の与えた以上の気持ちが返ってくることを捉えていければそれがひいてはビジネスにつながっていくんではないかろうかと思いますじゃあ本日はですねまあちょっと気持ちの問題なんでふわふわっとした感じにな,り、ま、なったと思いますけども私が非常にこう大切にしていることをね話させてもらいましたそれでは皆さんのビジネスもうまくいきますようにいってらっしゃい